話をさせていただいて、その後に、質疑応答という形にしたいと思います。それでちょっと時間がこの後また立ち寄ることがございますので、時間も短くなりますが、質疑応答の方もやる方と伺っていただこうと思います。それではすいません、私から、冒頭にお話をさせていただきます。この度の都知事選では、多くの都民の皆様から、厚い支持ご声援を、いただきました。特に先頭に立って、支援してくださった、多くの同友の市の皆様方に、まずもって、深く感謝の意を表示したいです。今回は私の力が及ばず、残念な結果となりました。そんなことはない。出馬への順順があったために、準備期間が短かったこと、その通り、脱原発が争点としてなかなか取り上げられなかったこと、つまりこの問題を争点とさせまいとする力が働いたこと、その他にもいくつか要因があったと思います。日々感じていた街頭での熱気と、本日判明した選挙結果との落差の大きさに改めて、努力が不足していたことを痛感するとともに、そんなことはない、熱心に応援してくださった皆様方のご期待に添えなかったことを、誠に申し訳なく思っております。今回出馬して分かったことは、東京の将来、日本の先行きに危機感を抱いている方が驚くほど多かったということです。 3.11 の東日本大震災は私たちにいくつもの大きな課題を突きつけました。私は原発の再稼働をやめて、自然エネルギーとエネルギーの効率化によって新たな成長を促していくことが日本の将来にとってベストな選択だと訴え続けてまいりました。その通りだ。そして何よりも脱原発の活動に改めて火を灯す、点火するという大きな役割を果たし得たと自負しております。その通り。原発を直ちにゼロにする、近い将来ゼロにするという人が 74% を占めております。 NHK の調査によると、原発エネルギーを重視するという人が2番目に今回上がっていたということですが、まさに今日本は原発なしで発展していくか否かの分岐点に立っている、私はそう確信しております。今回の選挙は私にとって原発を次の世代に残さないための戦いであるとともに、また戦前の日本に戻すかのような今の政治の流れに立ち向かう戦いでもありました。今回の票の集計予想を見ると、反原発候補の票は分かれましたが、合わせるとやはり再稼働に反対する都民の意思がかなり明確に示されたのではないかと思います。今回の結果は結果として受け止めて、今この選挙が終わった段階から、私は今回一緒に立ち上がっていただいた志を同じくする方々と強く連携し、脱原発の活動をこれからも自分の信念につなげていくつもりです。脱原発はイデオロギーの問題ではありません。私はまさに今を生きる人たちの覚悟の問題だと思っております。私と共に連日街頭で運動を支えてくださった小泉元総理に心からの深い感謝と敬意を表するとともに、受けましていただきました
多くの応援団、ボランティアの皆様方にも大きな感動を本当にありがとう。本当にありがとうございました。なお、小泉さんから、メッセージをいただいておりますので、これは後で、お配りしますけども、ファックスを、いただきました、残念な結果ですが細川さんの奮闘に敬意を表します。これからも原発ゼロの国づくりを目指して微力ですが努力を続けてまいります。お願いします。ご支援ありました皆様に心より厚く御礼申し上げます。小泉純一郎を実施で書いてございます。ご質問ございましたらどうぞ。いや、それでは NHK さん代表してお願いします。では内容して、はい、直結してしまう箇所もあると、はい、今回の選挙を通じて原発ゼロの主張は有権者に受け入れられたと思いますか。その実感はありますか。先ほど申し上げたように今までの調査で、景気雇用それから、まあ、福祉とかいろいろ他のものが2番目、に来ていたんですが原発の3番目だったと思います。それがNHK の調査でも2番目に上がってきているということは、しかもその、2番目に上がってきている中で私に投票された方が 6割を超えているということですから、それなりに、まあ、私の訴えは、まあ、通じているのではないかと思います。6割ということなんですけど、はい、ただ反原発の票がですね、分散化してしまったという意見もあって、はい、その点はどうかそうですね、これはまあ、残念なことですが、しかしまあ、基本的に、反原発ということと、脱原発ということと、オリンピック・パラリンピック以外の点で、両候補者の間に違いもありましたし、また優先順位も違いましたから、なかなか、終わることはできなかったと、ということがあったと思います。しかしまあ、両方足して、半数近く、半数近くというか、まあ、1位の候補の方のところに迫る、数が示せたということは、これから、まあ、政府の再稼働の政策にも、それなりの影響を与えることができるのではないかと思います。大統領演説ではかなり多くの人が集まりました、はい、総理大臣経験者がお互いに力を合わせても共に繋がらなかったというのは何だったんですか。先ほども申し上げたように、一つはその出馬の準備が遅れたということですね。ギリギリになってまあ、私自身もいろいろ他にも仕事を抱えておりましたし、出馬の準備が遅れたということ、まあ、それから事務所を立ち上げて政策をいろいろ整理をして、まあ、それがやっぱり一つは準備だということが分かると思います。今回の投票率は7時半の推定なんですが 34.14%、はい、どういうふうにご覧になりますか。また政党支援がなかったのは影響しませんでしたか。それは政党の支援がなかったということはもちろん、一つの要素だったと思いますが、初めからこれは、政党に頼らずに組織に頼らずに、一人でやるということで、まあ、一人でといっても小泉さんにちょっと説明したけども、まあ、そういうものに頼らずにやるということを、表明してやってきましたから、まあ、組織的な力に頼らなかったということは、特にこれだけ投票率が低いとですね、それはやっぱりかなり厳しいものだったなと思います。先ほど脱原発は信念だというふうにおっしゃいました。はい、脱原発を目指すためにですね、今後の国政を目指したいということは考えられますか。いや、それは考えておりません。では具体的にどういうことですか。
まだ今日の今日ですからね、これから、2、3日が過ぎた、過ぎ去ってから、政府さんたちと相談をして、またいろいろ支援をしていただいた方々のプロジェクトもございますし、そういう方々ともご相談をして、これからどういう形で、その反原発、脱原発の運動を進めていくか、それはゆっくり考えたいと思います。NHK さん、どうもありがとうございました。最後にどなたかフリーの方いらっしゃいますか。はい、どうぞどうぞ。はい、フリーのジャーナリストの田中理作と申します。はい、海外のメディアは、こぞって今度の都知事選は、原発問題がメインイシューだと言ってました。はい、でところが日本のメディアはそうではありませんでした。はい、で細川さんは今コメントのところで、原発を争点にしない、参加ない力が働いたとおっしゃってましたが、それは何だと思われますか。まあ、それは原発推進のやはりその原子力村とかですね、まあ、いろいろ言われているものもあるんだと思いますが、とにかくその争点隠し、論点隠しというものが、かなりまあなんていうのか、私の印象では露骨に行われてきたと、いうふうに思います。マスメディアもそうですか。はいはい、日本のマスメディアもそうですか。まあ、日本のマスメディアがそうだと思います。そうだ、もう一方フリーの方、はい、はい、どうぞ。はい、前田先生に聞いてますけど、はい、質問のメモを読ませてください。はい、どうぞ。マスコミ氏が先ほど決まりましたけれども、2点をお伺いしたいと思います。マスコミ氏は最近個人説会で来場者にオリンピックパスを配ったとして、これが、公職選挙法の規則の禁止に当たるということで、市民大使会の方たちが、いや、そういう質問じゃなくてですね、選挙についてお願いします。それは続くんですけれども、その政党助成金で借金返済を行ったというふうに申し上げていて、また政治と金の問題で追及された場合に、もしかすると自分で追い込まれて、また自分が持ち込まれる。いや、その質問は違いますから、今日は選挙についてですから、本人のその場合の出馬をまた出馬される可能性もあります。いや、それは全くちょっと私は事実関係は分かりませんので、何とも言えないです。以上で終わりにいたします。ありがとうございました。放送か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 
ってました。転がってました。転がってました。はい、ゆっくり行ってください。入り口狭いです。押さないでください。押さないで順番でお願いします。入り口狭いですから。皆さん入り口混み合ってますので、ゆっくり見てください。ちょっと今まだ最初になってないので。